久保さん、いや、青白王子知らなかったですね。今ちょっと久保さんから聞いていろいろ今調べてるんですけど、いやーね、やっぱ有名になるとしんどいっすね有名になるとなんかね、実はね、今日爆笑問題の方のなんかその週刊なんかその裏口入学みたいなね、その基礎の、まあ、昔見たことあるんですけど、また今日 YouTube で見てたんですよ。爆笑問題太田さんかな、で太田さんが記者会見してるやつを見てたんですけど、でまあ裁判で一応勝ったというかね、それのその見解というか、まあ記者からのその返しですよね。芸人の返しやっぱうまいなと思いながらね、こう見てたんですけど、なんかまあ芸人なんでね、あと昨日島田紳介さんの引退会見もう見てたんですよ、実は。でまあ芸能人だからしょうがないみたいなね。なんかでもいろんなこと書かれるし、まあ、正直悔しいみたいなね、まあ、島田紳介さんも言ってましたけど、島田紳介さんの記者会見って何年前ですかね、相当前だと思うんですけど、久しぶりに YouTube 見まして、まあね、やっぱ有名になるとね、あれなんですよね、やっぱその名前バリューが上がる、名前の検索ボリュームが上がるので、まあそれを使ってね、お金稼げるっていう事実がある以上、まあそのワイドショーとかもね、それを取り上げると、ね、なんだろうな、誰も知らない売れてない芸人をねワイドショーに取り上げてもね、視聴率取れないけども、今話題のブレイクしている人を、まあ、取り上げると視聴率取れるし、だからこれはパラドックスですね。完全パラドックスだと思うんですけど、そうでもなんかね、まあ日本のなんか、まあ僕はなんか思うんですけど、なんかあれじゃないですか、なんかなんですかね、なんか一斉攻撃するというか、なんかその応援より人がなんですかね、なんかマイナスの方が盛り上がるというか、なんか成功すると批判されるし、成功したら応援が増えていいはずなんだけども、成功すると批判が増えるというか、このなんかパラドックスというか、だからそのジャパニーズドリームがないっていうのも、言葉があんまないのも、なんかアメリカと日本の文化が違うというかね、なんか島国日本村八分みたいなね島国日本村八分みたいな、なんかその村でなんかちょっとでも有名ななんかあると、なんか袋叩きに合うみたいなね、なんか角を立てないようにみたいなね、なんかそういう風潮があるのが、なんかとても僕はいたたまれないですけどね、なんでそこに力を注ぐのかなっていう。でそのなんだろうな、多分ね、応援チャンネルより叩いてる暴露系、まあガーシーチャンネルもそうだと思うんですけど、なんか人のなんかそのあれを暴露してる方が、まあ週刊誌とかも全部そうですけども、そっちの方がやっぱ視聴率が取れる、まあ儲かる。だけど応援するのはあんまり見られないんですよね、多分視聴率取れないと思うんですよ。頑張れみたいな、こう逆の方がいいと思うんですけどねそう応援してた方が儲かるっていう構図にできないのかなっていうね人を応援すると儲かるっていう仕組みだったら、みんなも応援するじゃないですか。でも逆を言うと、人の傷を広げた方が面白いというかね、なんかこう人間のなんなんですかね、そうまあ、最近全然僕青白王子見てなかったんで、まあ、ちょっとすいません、僕商品販売今回するので結構それ集中してやってるんですけど、そうなるほどね。まあちょっと残念ですね。まあでもね、まあ僕は見て思ったのが、やっぱ人間だなっていうことですね。やっぱそのメディアで映ってる、まあ自分を強くこう演じてるね、演じてきたと思うんですけども、やっぱ内心は心がズタズタなんじゃないのかなっていう、まあ人間だからね。やっぱそんな強くないですからね。だからね、やっぱね、有名にならないっていうのが僕はいいと思いますよ。有名にならないという戦略ですね。だから一人の有名になるっていうね。久保さんの有名になるっていうね。そう、久保哲郎の中で吉谷拓郎っていう男はまあ伝説だみたいなね。それでいいと思いますね。なんか、まあ僕はその、なんすかね、その、やっぱまあ、でもこういう、なんかね、起業家というか、なんか大きくしていくっていう人がいなければ、まあ、日本も盛り上がらないっていうのもまああるじゃないですか。僕みたいな人がね全員だったらね、みんなこじんまりしてるし難しいですね。いってらっしゃい。